にその短い距離っていうところよりは長めの距離の方がいいのかなと、タフなレースの方が得意かなというふうなところなので、はい、まあ、この条件もあの今回の有馬っていう中山新吾の条件も割に合うのかなと思ってますよ。あ、そうなんですね。はい、まあ、あとは結局今回、まあ、すごくメンバーはいいですけども、実際前走、まあ、例えば1着っていうところで臨戦の馬って、まあ、3頭しかいないわけで、確かにそうですね。そうなんです、まあ、ラストインパクトとエピファネイアとこのラキシスの3頭なので、はい、まあ、やっぱりその前走1着で好調の流れの中でゆとりを持ったローテーション、まあ、そういったことを考えれば非常にこう後押しできる材料は多いのかなっては思ってました。なるほど、確かに、まあ、あのエリザベス上杯で初めて G1 制覇をしてますし、あの、まあ、ボボ相手でも2着といったような放送を繰り返している馬ですので、まあ、今回も割って入るといった可能性はやはりあるんでしょうか。うん、そうですね、まあ、そのエリジョは正直その枠に恵まれたっていうのはあったと思います。はい、はい、まあ、あとその重賞でマーティンボローですとかマイネルラクリマですとか、まあ、そのボバの 2.5 流ぐらいの馬たちにまあ負けてしまってギリギリでこうまあさせない、まあ、特にマーティンボローにまあ最後刺されてるわけですけども、はい、まあ、そこら辺のそのボバの 2.5 流馬ぐらいのところに負けてしまって押し切れず勝ち切れずという牝馬のまあレベルっていうところがこのたくさん一流の馬が集まった G1 の中で適性が非常にこうあるっていう部分と、ローテーションが効果を持てるっていう部分と、それに対してその馬たちとの力差っていう部分と、そこら辺とまあオッズとの兼ね合いっていうふうなところになってくると思うんですけども、まあ、状況によっては当然あの思い印っていうのも考えている一頭ですね。そうですね、ちなみにこのエリザベス上杯の時はこのラキシスに20丸を打って見事1着で的中ということで、かなりその今回も力が入るんではないでしょうか。そうですね、あの適性自体は読めていますし、相性自体もあのいい馬なんで、はい、今回あの本当にあの他の狙いたい馬が過剰に人気があってですね、この馬が人気がないようであれば非常にこう狙いたい馬だと思ってますよ。そうですね、しかも、まあ、川田騎手は残念ながら乗れませんけれども、その代わりにデムーロ騎手、あの、まあ、弟のデムーロ騎手ですけれども確保しているというのも心強いですよね。はい、あのペースアップした時についていくということに関してはこの馬はそういったラップにあの今まで対応してきていますので、はい、ジェンティルドンナの時に話したあのようにですね、置いていかれるっていうふうなことにはならないと思いますので、そこら辺を考えるとあの本当に怖い人だなっていう感じなんですね。